5月8日日曜日、稲部運動公園野球場で社団法人全国野球振興会日本プロ野球 OB クラブ主催全国少年少女野球教室が開かれました。この日、全国43の都道府県44会場で一斉に開催されたこの教室は、少年少女への技術指導はもちろんのこと、指導者や保護者との交流を目的に毎年実施されているもので、今年で17回目です。いなべ市での開催は今回が初めて。参加したのは、いなべ学童軟式野球協会の登録チーム、いなべ市と桐蔭町の14チームの選手たちです。三重県出身の元プロ野球選手10人が指導者として、およそ3時間にわたってポジション別に熱い指導を行いました。現役時代と変わらず、今も野球少年たちと楽しくボールを追いかけているという元プロ野球選手の皆さん。プロ生活で培ったさまざまなノウハウや上達への近道など、それぞれの選手に合った的確なアドバイスが送られていました。指導は子どもたちの心にしっかり届くよう、分かりやすいテンポで正しいボールの握り方や投げ方など基本的な指導も行われました。1965年、読売ジャイアンツの主力投手として活躍した中村実ピッチングコーチのコメントです。全体的な三重県のレベルから見ると上の方だと思う、なかなかいい選手いるよ、将来的にね、ものすごくね、素質があるのがいるし、あとはね、僕は生徒に教えてるんだけども、実はね、指導者が近くにいてくれて、指導者に教えてるんですよ。だからその指導者がやっぱりしっかり勉強していただきたいと、こう思いますね。選手だけでなく、指導者の皆さんにもエールが送られました。さらなるレベルアップ、頑張ってくださいね。